湾岸をプラリング。今回は GoPro でブレの少ない映像を残したいとの思いで再トライです。編集はカットを少なくしたのでロングタイムです。低気圧で西風が強く走りづらい状況でした。コースは朝霞山公園大和川河川敷ロード高い浜自然再生フレアビーチフロントのふれあい広場休憩スポット旧堺灯台です。総走行距離は約 45km、 平均時速は約15から 25km です。